ジョセフ・パトリック・キニアーは、アイルランド・ダブリン出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは DF。1965年に、ビル・ニコルソン率いるトッテナム・ホットスパー FC に加入。1966年4月にデビューを果たす。1966から67シーズンに、リーグ20試合に出場、FA カップ優勝に貢献する。以降右サイドバックのレギュラーに定着。 1971年、1973年のリーグカップ優勝、1972年の UEFA カップ初代王者に貢献した。10年にわたり、トッテナムでプレー、左サイドバックのシリル・ノールズと共に印象的なサイドバックコンビを形成した。ブライトンホーブ・アルビオン FC に所属していた1976年に30歳の若さで現役を引退した。 1967年よりアイルランド代表に招集され、1975年までの間に26試合に出場した。1983年にトッテナムホットスパー FC 時代のチームメイトであるデーブ・マッケーが指揮するあるシャバーブでアシスタントコーチとして指導者の道を歩む。その後サッカーインド代表、サッカーネパール代表を指揮した後、 ドンカスター・ローバーズ FC でマッケイのアシスタントに復帰した。マッケイが辞任した後には暫定監督に就任した。1992年にピーター・ウィズの後任としてウィンブルドン FC の監督に就任した。1993から94シーズンにはウィンブルドンをプレミアリーグ6位に導き、ルマ年間最優秀監督賞に輝く。また、このシーズンだけで プレミアリーグ月間最優秀監督に3度選ばれた。1996年にはジャッキー・チャールトンの後任としてサッカーアイルランド代表の監督へ就任するチャンスを得たがウィンブルドンに残留した。1996から97シーズンは FA カップとリーグカップの両方でベスト4に導いた。また、このシーズンの9月には2年ぶりに 月間最優秀監督に選ばれた。1999年3月に心臓欲しさを起こすまで監督を務め、シーズン終了後の6月に正式にウィンブルドンの監督を退任した。ウィンブルドンがプレミアリーグに所属した8シーズンのうち7シーズンが自身が指揮した期間だった。翌1990から2000シーズン、キニアを失ったウィンブルドンは二部降格、2004年に クラブは消滅する結末をたどった。ウィンブルドンの監督を退任後、レスターシティ FC や、シェフィールドウェンズデー FC の監督への就任が噂されたが、実現はしなかった。2000から01シーズンにオックスフォードユナイテッド FC のフットボールディレクターを短期間務めた後、2001年にルートンタウン FC の監督に就任した。2001から02シーズンは、 チームの4部リーグに、昨シーズン降格したチームを1年での3部復帰へと導いた。翌2002から03シーズンは2部昇格を目指したが、9位に終わり、シーズン終了後に解任された。2004年2月に2部所属のノッティンガム・フォレスト、FC の監督に就任。2003から04シーズン、残留を争っていたチームを14位まで引き上げることに成功した。 翌2004から05シーズンは、プレミアリーグ昇格の期待がかかっていたが、開幕から低調なスタートを切り、2004年12月に監督を辞任した。その後ノッティンガムは3部に降格した。ノッティンガムの監督を辞任して、以降4年間どこの監督にもつかずにいたが、2008年9月、ケビン・キーガンが解任された、入滑するユナイテッド FC の暫定的な監督に、 就任した。プレミアリーグのチームの指揮はおよそ10年ぶりのことだった。指揮後のエバートン FC、マンチェスターシティ FC との試合では引き分けに終わったが、ウエストブロムグビッチアルビオン FC との一戦では、刑務所帰りのジョーイバートンのゴールで勝利。当時リーグ5位のアストンビーラ FC にも勝利し、降格権から脱出に導いた。11月28日に2008から09シーズンの 終わりまでの契約で正式に監督に就任した。2009年2月、体調不良で病院に運ばれると以降の式はアシスタントコーチのクリス・ヒュートンが代行した。その後、入院して手術を受ける必要があったことから正式に監督を辞任。ニューカッスルの監督にはアラン・シアラーが就任した。 その後2013年6月から2014年2月までニューカッスルのフットボールディレクターを務めた。ありがとうございます。